はい、じゃあ、ゆみず、何時です。はい、皆さん、こんにちは、です。というわけで、はい、こちら、ウンディーネ重心化回、早速ね、ちょっと使っていこうかなと思います。うん、これは、まあ、でも、評価やってくるか、多少は。もう落としてるね。反射超砲撃魔王と。アビリティが超アンチワープ、アンチウィンド、ゲージでアンチダメージオールつけましたと。で、コネクトスキルが魔法陣ブーストと超レーザーストープですね。条件、スピード400以上が1体以上、もしくは、合計落100以上で、発動しますよと、うん。今回は一応、落が高いんで、こちらコネクト発動してる感じになってます。で、セスがランダン撃ですね。8ターンと、16ターン。で、友情が次のレーザー入れると、調教評価に落としますね。でさっき、レクイエムかなんかライブで行った時とかにあれだったんですけど、うん、そのスピード400の条件っていうのが、はい、やっぱレクイエムもちょっと意識してて、うん、エア、風神雷神、うん、ウルズがあの400をねギリギリ超えてるっていうセットになってきてるんですよね、うん、なんでそれのおかげでそのレクイエムで適性が少なかった人たちっていうのが結構あの嬉しくなった、うん、あれになったかもしれないですね。超レザストも何気に効いてたしな、うん、そこを結構組み合わせよくしてくれてるのは普通に嬉しいですよね、うん、純粋に何気にね、このステータス系は組み合わせづらいっていうところがね、辛い、うん、ネックなところはあったかもしれない。ヒットポイント何々以下系が一番きついけど、うん、本当にこれとかだったら全然ね、あの組み合わせ次第ではいい、うん、これが2体とかだったらきついですけどね。あ、1体、1体そうね、回数がそんだけあったら、うん、これやってくれっしょ。あれでしょ、上のやつとかぶっ刺さるでしょ。いや、さすがにレーザーは強いね。強い。レーザーはさすがに強い。レーザー割りなかったら、うん、レーザー割りなくさに友情がある程度通るところは文句ないっすね。てかダメをところによく入ってきましたね。うん、よくダメを、ね、あのこの激戦区ゾーンに入ってきたよね。それこそアブリター出たばっかで。いや、そう。本当そうだよな。マジで、なんでここに入ってきたんだろうっていう。ダメも、でも最近あれかな、ダメオ魔法陣が水増えてるから、そっちでなんか、うん、ダメオ魔法陣がマジで増えてんだよね、うん、びっくりするぐらい増えたよね、うん、ダメオ魔法陣急に増えたかもしれんね、うん、それはあるな、ブーストで。そうだ、魔法陣ブーストだね、まあ、一応それで友情もって感じになってくるのかもしれないですけど、うん、まあレーザー友情が高難易度でぶっ刺さるみたいなイメージできないからな。それは間違いない、うん、なると、まあ、どうなんでしょうね、どういうことになってありがとうございます今後どうなんでしょうね。1回もそうだよね、21はもう来たばっかだし、そうですね。しかも、まあでもレクイエムの話をするんであれば、うん、結構反射枠としては有能だったのかなと思いましたね、うん、そのやっぱランダで結構火力が出せるんですよ、うん、強かったんだよな、うん、結構張り付くだけの印象はあるんですよ、こういう共有場のランダ持ちって、うん、なんですけど結構火力も出してくれたし、まあ反撃ももちろん超砲撃なんで当倍でしっかり出してくれるんで、うん、悪くなかったんですけど、めちゃくちゃ噛み合ってたから、うん、自分の長所をしっかり活かせるような性能はしてますよね、うん、近づいてもレザスト、うん、ウィンドで、配置もずらされないみたいな、うん、さすがに友情は強いな、すごい、全部なくなってやっちゃうわ、やっちゃうやっちゃう、もう何しててもやっちゃうわこれは。はい、ゆっくりゆっくり、やばそう、吹っ飛びそう、やべえ、いや今ツインの良さ出たな、ワンウェイだったり当たってないもんね、あの範囲は通れてない、うん、そうゆっくり強いねやっぱりね、ゆっくりやばい、うん、超砲撃なんでね、すでに超砲撃なんで、そうなんですよ、嬉しい、やばいこれこれちょっと当たりよかった上のやつでもやれてたな、ワンチャンワンチャン、すげーワンチャンやれてた、うん、ちゃんと殴ればやれてたな、今ちょっと地獄見てないし、いいな、いや、なんでこれ先やれる、先やれるぞこれ、上がってらっしゃったけど、あ、出た、出そう、いや、偉いねそれ、めっちゃ偉い、3万8000円くらったけどそれは偉いね、さすがに HP ゲージ今減んなかったよ、ほぼ今のは強いね、めっちゃ偉いな、今も当たってる、強っ、やべえな、さすがにやばいね、レーザーはこいつだって水のレーザーのなんか先駆者な感じあるもんね、ある、水レーザー34000ぜって言ったらこいつだもんね、めっちゃわかる、34000じゃなくなっちゃったけど
3万4000円。こいつもしっかり下置いて、下置くまめないやつだから。火のノンの、水のウンディーで、木のペルフェゴール、で、光のアーサー、で、闇のロキっていうレーザーのイメージはそれでしたね、当時ね。もう今めっちゃ変わったけど。木ベネットだし、闇トゥーフォーオールだし。レーザーのイメージはすげえ変わってちゃった。ワンウェイが弱いんだけど、水に関しては今俺上杉だもん、多分。水のレーザーといえば上杉のイメージなんですよ。トライデントに完全に持って帰っちゃってはね。あ、そうなると闇も損傷光とかのイメージもありますよね。ある、うん、レーザー確かにな。ハレルヤかわいそすぎない？てかいや、やばいっすよね、ハレルヤさ。何なんだろうね、確かにあれ出てきたのにさ、最初やべえとか言われてたのに、ね、うん、最初から言われてねえか。ツイワンウェイ、ほんとなんかそんな強いイメージもなくなっちゃったよね。ない、もうないっすね。なんかそう最初だけだったね。それが、え、強くない？超膨らんだだったからか、今押せるのでは、これ強くね、今の。強くね。いや、ちょっとびっくりした、そんな出ると思わなかった。いや、やめなさい、マジかわいそすぎる。かわいそすぎるだろう。え、ちょっとこれもういけるっしょ、板風呂、板風呂、板風呂。これ板振りましょう。あ、もう反撃で、そう、反撃で板振るわ、もうこれ。あ、待って、かわいそう、まだまだまだ入る。あ、いなくなっちゃった。もうでも、こいつホーミングってのは終わりですね。下はやばい、もうレザバリのレザバリの聖地みたいな場所に飛び込むの。これ強いね、反撃はこれっすわ。さすがに反撃だね、これ。なんかルビーの感じはちょっとあるよね、多少ね。あいつダンクだからちょっと話があるけど、あ、火ルビーだな、結構今のイメージだとね。もう完全火のイメージはルビーだね。ルビーはなん、そうね、うん、レーザーポジション守ってる、うん、高い、高ラック、そう、ラック高いです。これ2体目は93だ。あと2体こいつ枠になったらちょっと強そうだな。いやどうでしょうね。どうでしょうね。なおしろチャンネル。うるさったな、間違えた、まあいいか。過去じゃないのか。またウンディーに食らってるよ、かわいそう。まあでも友情強いね、さすがにね。まあ、スサノオの友情も強く感じたぐらいだからな、うん、それは強いわ。その強かったね、ここね。ほんとそのユータモンってここ楽高かったから、ブレクイエムの上手くになる俺。ね、ついにアキレス来ました。満を持して来ましたよ。フラパでも良かったよな、うん、クラスフラパで良かった気がする、うん、なんかフラパ前に来ちゃったかって感じはしますけど、フラパで暗転してアキレス神 VS 人のコーナーで最後に VS は等身だっつって、あいつは等身じゃねえんだよな。あいつは等身じゃねえ。確かに、うん、あのだよな、ニルバーナに関してはアキレスよりウンディネの方が速くのせいだから。間違いねえな。確かに食いバトに見えるわ、言われてみれば。確かにちょっと似てるね、髪の色と。なんかあの左右の青いっぽいの、うん、確かに食いバタ、確かに食いバタだわ、食いバタに見えるね。食いバタって呼ぼう、これから食いバタ会。確かに食いバタだな。古いキャラで唯一中心化したのモンちゃんだけ。今年回収してほしいよな、モンちゃんは。うん、モンちゃんは絶対フラパでありそう。うん、フラパあるだろうね、コーナーのやつで。あのフラパでの恒例のコーナーで来るかな。コーナーで来るか、なんか隠し、なんかね、どっちかだよね。なんかそう、あのダンスかなんかのコーナーで、うん、か、まあ普通にモンタナクラスになったらあっちで発表してほしいですけどね。ニュースでしっかり発表してほしいですけどね。ああ、うん、なんかどうなんちゃんと見たいじゃないですか、うん、あ、でもそっか、手前で発表されてもニュースで性能なんか、なんか後で振り返りみたいな、ね、振り返りで性能はあっちだ。そうだ、
あったはず。でもあれってさ、そのあれ現地じゃなくてもあったんだっけ、オンラインでもあったっけ、あれって。あったか、あった、あった、オールスターパーティーありましたもんね。全部基本的には去年のその無観客の時は全部多分オンライン向けだったはずだから。そうそうそう、オールスターパーティーとかの時だ。うん、スサノオの方が強っ。ナイス、強っ。意外と出したら絶対死んだと思った今。打撃レーザーだっけ、打撃レーザー反撃モードか。反撃頑張れ。2段階目 1.5 倍入ってる。うん、弱点当てればまあ当倍反撃ですからね。当倍反撃が偉いんだよ。全然反撃してる見ねえとこいるじゃん。やる気あんのか、勢い感じないぞ。勝ち優先すっか。恐竜殴りてんだよな本来な。お、生きたのエラ。あ、かわいい。やばいでしょこれ。これマジ恐竜でダメージ出さないとボス1結構やばいイメージがあるんだけど。ボス1いつも撃ってたもんな、フライ。あ、そうか、でもフライいるから大丈夫か。これ撃っとこうかな。あ、あり。反撃入るしね。どれぐらい出んのか。サジュタ。あ、強くね。強いね。え、ちょっと待って。あ、ランダか。ランダか、びっくりした今。なんでなんて今。さっきもランダしてたか。え、強いね。これ張り付いて反撃するのいいね、うん、普通にレクイエムでは。これ強いわ。そのより使いやすさあるわ、純粋に。なんかここどうなんだって感じだったけど、普通に使えるね。うん、使える。ここ一段階でしょ。で、ここで反撃、攻撃してこない。だからこれヒーリングでも出るよね。確かね。あれ、なんか出るよね。なんか出るって言われてるよね。あ、出ますね。これ強いね。で、ここ置いとけばって反撃してくるんでしょ。攻撃がない。攻撃ない。あ、これは1周か、あ、いや2周か、2周したね。2周中ボスで打ったから俺。いや優勝強っ。お、これやばそう。あ、終わってた、終わって。おー、いいね。いいじゃないですか。これよ、反撃。敵の攻撃中に撤退させる。これやっぱ相手あれだよな、こっから張り付いたら OK だもんな。あ、チーの1、次の俺、あ、違う、これ反撃の、反撃くんじゃねえのか。かかっちゃう、反撃くん殴りてー。ここに入るか。これ反撃に打っても割り出すのかな、反撃くんじゃねえ、あの教育確かに、うん、どういう入れ歯、次めっちゃ出せただろう今。最悪だろう今の。まあ、でもこれ確かにあいつにも打ってみたいんだよ。2回張り付いて終わりでしょ。あいつ弱点なんてもらえないからね。別に倍率も上がってるわけじゃないし、普通に弱点外打った時と同じになるのかね。やっぱちょっときついか。きついね、これは。角度ないですね。どう頑張ってもないですよ、弱点当てる。で、ちょっとその左のパネルだけ変えててくれたらエアで終わりますね。ただまあちょっと反撃したいですよね、普通に。てかそれかもう這いついとこうかな。あ、ありあり、反撃しとくっていうことで。最初の大人しくしとくか。いや、ちょ、削っとかんとやばいよな。削っとこう。弱点がある、まだ、うん、いい削り。一応削って、お前反撃も十分やってくれてるんだ。これが2体になるって考えると普通に強いかもしれない、うん、別に遊撃ついてるわけでもないし今。ちょっとじゃあ最後一応もあれかもしれない。え、あ、倒しきれるか。
これ下あの透過してるか、ロンタン。え、届かないっすよ、せやとこれ。これ届かないやろ。いや、俺は反撃を信じてる。いけ、2体分の反撃だ。ギリギリあるか。即死反撃。ドン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 、頑張れ。遊撃あったらいけた。遊撃あったらいけた、これ。もうちょい裏で削っときゃよかったか。なるほど。まあでもここ結構ちびちび削っていくの重要なぐらいパツパツになるからね、削りはね、うん、枠入れるとね。今枠なしだったからあれだったけど、まあ、反射で強いの出てくれる分にはいいよね、うん、枠とやっぱ風雷が貫通ってのがあるんで、ワンチャン超レーザーストップで回復を追いついた、追いつかないか。いや、もう超レーザーストップはね、もう期待するだけ無駄ないっすね、あれ。あー、ライカちゃんね。あ、そう、まあ、これともライド強いからな。不動のアムリタがいるからね、今はね、うん、アムリタはもう今水トップクラスですから、いい、ここじゃなくてももうちょっとこれ超えるのはしばらくちょっとむずいんじゃないかなってぐらいの性能は詰め込まれてますんで、高難易度も周回系もお手の、うん、もう何でもできるっていう子ですから、さすが水源、うん、まあでもこんなそれを除いてみると割かし強い方で、うん、アムリタ超えてんだよね、確か400ね。あ、いや、超えてない。380何枚、それね。そうですよね。ウルズが超えてる。120でも超えるわ。あ、ほんとだ。あ、すごいね、これ。ね、みんな400くらいされてるんだじゃん。え、だってもうこんなん引いたら全員120だろ。いや、もうこれ超えてるわ。確かに。これは超えてますね。うん。じゃあ、ダメも魔法陣、話題の。いや、ここよ。怪しいな、木陰がいるもん。うん、どうしたの、これ。マジで。降臨もそうでしょ。あれ、これ降臨、これ進化後、進化後、進化後、ウェンギア。だよね、これそうだよね、うん、いやー、怖っ、ここ、ここ怖いね、ここめっちゃ怖いな。上の方やべえのしかいねえな。上の方やべえのしかいねえ。初代使われなかった主人公勢たちが、うん、うちゃうちゃ。いや、あいつ主人公じゃないですから。あいつ主人公じゃないから。インパクトだけは主人公だから。好きで使ってたけど、うん、ここはだろうね、なんかちょっと、うん、あれするとまあなんかもう約束されてそうな感じするよね。うん、ここはもう終わったよね、ウィンドマン法人は。ここはちょっとなんか見返り1回終わったんで、あとはもうないか。まあワープか。あ、でもあれ原則魔法人か。いやいやいや、うん、まあここ、あ、まあレーザーじゃなかったらね、うん、レーザー、まあレーザーだったらか、うん、ここはもう見返りでなんか単純なところで言うとグネビアとかもやっぱハマってるし、うん、まあ、ワープブロックだけどなんだかんだ、うん、最近使ってるけどタンザライトめっちゃ強いんだよね。タンザナイト、うん、タンザナイトもいるし、ナナミもいるし、ナナミはもう無理だよね。ナナミでもなんか力使い果たしたかな、最近ちょっとできてるよね。1個前最強だったけど、シーズン一旦終わった感もあるからな、まあ、ここ期待っすね。期待したい ね、ここはね、あるとしたら、うん、でも火力だとここの中で一番高難易度ハマりそうっていうと、もうちょっと嫌だけどアヌビスなんだよね。ここが一番ハマりそうだけどね。だってもう火力ずば抜けてるから一人だけ。ここちょっと確かにな、うん、こっちもなんか結局友情の方じゃないですか、うん、これも同じだよね、そうなんだよね、あのウンディーネとかと一緒だよね。木陰、ウンディーネ、ショートあたりは結構友情に振ってる。あ、ショートはと何でもできるか、まあ、そうなんだ。普通にアテナとかが、アテナ強いですね、うん、うん、まあ、あとこいつか、アタッカーとしてミソラ、あいつか、うん、倒せば倒せば脳筋エースですか。ああ、そっか、こいつそっか、倒せば倒せば、脳筋系なんだ。貫通反射だから、それぞれ一応強いやつはいるって感じかな。まあ、ユウスケもいますし、うん、レイガンがあるし。はい、というわけで、ウンディーネね、重心化会ちょっと使ってまいりましたけれども、はい、まあでも普通に評判通りの強さというか、こんなもんだろうなっていう強さは覆されなかったので、うん、まあいい重心化会だったんじゃないかなとは、すごい。Yes. スピードのところも気づいたので、いいなと思って。いいですね、うん、面白かったですね。皆さんもコメントなんでいろいろあれはこれありました。お願いします。いやでもライブでも言われたんですけど、食い渡り似てねって言った。いや、そう、めっちゃ思った。ちゃんと登録言われた、あーってなりますね。言われてね、そう、ボレー見てね、思ったんですけど、うん、食い渡りだと思って、はい、よろしくお願いします。じゃあ今回もゲームザ・ダンジョン A から起きました。何でしょう、しました、ごめんなさい、ありがとうございました。チャンネル登録わかります。わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録。チャンネル
登録チャンネル登録ね、はい、していただければね。